結論から言いますとね、あの工業地準工業地から商業地への用途地区の変更が令和元年に行われているんです。公然とせられた事実がありもかかわらず、その事実をの検討した形跡がないんですね。で、まお、あ、そらくはその今手続き上のその瑕疵があるんじゃないかというのを僕は考えているんですけれども、まあ、そのことがまあ結論として出るわけです。 あの要は松井さんあの時にあの土地所有者としての責任において公金、えー、を支出するということを決める時にあの係からレクチャーを受けた時にねあの梅島というところは産業廃棄物の処分場であってあそこには1,000万トンを超える焼却灰があの主に埋められているんです。で まあご存知のように、あの乗せでも問題にありましたけれども、焼却灰ではダイオキシンという非常に有害な物質が発生するので、だから夢島の一千万トンというのは、ダイオキシンの巣だと言われてたんですね。でもう一つは建設残土と言われるものと、それから春節土砂。この春節土砂っていうのは、あの大阪湾はあの河川湖と言いましてね、そのまま放っておくとですね、どん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 、 上流から砂が流れてきてその埋められてしまうとそうすると喫水が取れないという一定の深さが取れないということになりますのでその川をずっとさらえるというその春節をするという作業がどうしても必要になるんです。でこの春節土砂と建設残土はもう一度はこれ廃棄物に該当しないんですね。だから あの廃棄物というのはあの一般廃棄物と産業廃棄物に分かれますけれども産業廃棄物というのは廃棄物処分法でで指定されているんですでその指定の中に建設段取もなければ春節土砂もないということでてっきり廃棄物だと思ってたんですけれども廃棄物ではないということで廃棄物処分法の規定を受けないじゃあ、えー、そうするとですね道場汚染対策法かと言われると。 土壌汚染対策法できちんとしたルールが決まるっていうのは2006年になってからなんです。で夢島があの護岸工事が終わって夢島の埋め立てが始まるのが確か1987年からだと思いますからそうするとその際どういう規制に基づいてその埋め立てる土砂を分け分けて別していたのか分けり この土だったら入れてもいいこの土はダメよというそれを区別する基準は何やったここののとを大阪市の公安局に問い合わせたんですねであの IR の推進局の課長さんがあのかつては公安局の課長さんだったということもあってで IR 推進局との交渉の時に彼がですね解剖法という。 と海上汚染の防止する法律っていうのが1970年にできるんですけれどもこの解剖法に基づいてやってましたっていうことを言ったんですね。でこれ非常に重大なあの発言で実は解剖法を調べてみますと浚渫、えー、土砂だとか経石残土というのはこれは埋め立てに使う有用物だから海洋汚染防止法の 廃棄物の概念には該当しないという一文があるんですね。で、従って、その建設残土なり、春節同社を夢島に埋めようとしたときに申請する許可を申請許可を、ね、得る必要はないというこういうことになるわけですわ。そうするとさっき申し上げたように、現場の課長さんですら、気がついていない。そういう事実がですね。明らかになったわけですね。 でそうすると1987年から2006年までの間規制するルールが実施上なかったんですね。で,で正式にあの公安局の方から回答書をいただきましたけれども、まあ、その中にはその有害物質を含まないことという規定があるんですがこれ有名無実なんです。なぜかというと何が有害なのかということを指定しなければなりません。で 現状ではです、ね、土壌汚染対策法では、二十六種類有害物質として決められています。でさらには、どこで有害なのかというルールを、つまり、濃度基準を決めなきゃならないんだけれども、でそれが二〇〇六年に至るまではなかった。つまり、この十九年間にわたって、それこそ何でもあり、やったわけですで。これが順番に埋められていきますから、非常に深いところから順に。 こう生まれていくという計算になりますので、そうしますと2006年以降を2015年まで約9年間埋め立て作業を続けますから、この9年間に相当するところからはおそらくその基準値をオーバーするようなものが出てこないでしょう。だから自然発生系のヒ素だとかっていうそういう話になっているんですね。ところがあそこはですね50メーター以上を掘らないと。 安定した地盤に行か,ないでしかもその安定した地盤安定していると思われている地盤のまたその下に非常に不安定な地層があるというこういう複雑なその地層構造を成していますから少なくとも 50m ーーは掘るといった時点で当然その古い層に当たるわけですね。でそこで現実に工事をするわけですからそうすると例えば労働安全法で決められたような その従業員そこで働く作業員従業員の安全を確保するというところの手続きもきちんと取るのかどうかということも含めて非常に大きな問題になっているわけです。でかつその商業地からごめんなさい商業地への,その用途地域変更手続きについてこの話に戻りますがえーと汚染土壌の問題っていうのはですね 2、まあえー、つ言いますけれども1つは大阪市での経験で言えばあのユニバーサル・スタジオ・ジャパンあそこのジュラシック・パークを作るる時に汚染土壌が発覚しましたところがその発覚した時点ではすでに住友金属は大阪市との間で土地の交換を済ませてたわけですね。これは僕はは僕やっぱり非常にグレーなな背景がある話ででいいかと思いますで あのジュラシック・パークの用地を処分するのに大阪市が費やしたお金が 1, 億円なんですで今回夢島のしかもですね万博ないしは IR あごめんなさい IR ですね万博 IR に向けてのその土地の造成ですからジュラシック・パークなんかよりもはるかに広いわけですね。IR 地域だけで、えー、始めは約50ヘクタール 第二次では約6ヘクタールと言われる非常に高座な面積ですからでしかもそこに土壌汚染の対策費として計上されたのがわずか360億円なんですでしかもそういう現時点での360億円と1,000億円を比べてみたときにはるかにその金額では足りないということが当然予想されるわけですね。でしかも あの土地所有者としての権限に基づいて責任においてということを言ってますからそうすると掘るたびごとにそういう汚染度があのあの発見されたらこれなぜかというと、えー、さっきの安全,、えー、安全,安全衛生法でそ,のそこで働く作業員や従業員の安全を確保しなさいというのが義務付けられていますから当然環境調査これをしなきゃならない。 ホテル土壌に何か問題があるのかないのかということをきちんと明らかにしなきゃならないでその段階で明らかになるたびごとに当然大阪市の責任で処理をしますと言ってるわけですからそれこそ青天井にななりかねねいわけです、ね、でそのたびごとに工事は止まるわけですからそうすると万博どうなるのかあそれから29年開業と言っていた IR どうなるのかこういう問題が クローズアップされてきますそういうわけで360億円でとどまるはずがないこういう問題を抱えているのが実態なんですさてこれにまず石井市長さんどう回答するんでしょうね。